はい、皆様こんにちは。そして明けましておめでとうございます。2020年も SGP フォレスター TV はフォレスターの魅力、スバルの魅力をお届けしていきたいと思いますので、本年もですね、どうぞよろしくお願いいたします。さて今回はですね、最近私、ハイオクからレギュラーに、変えましたので、そのですねちょっと、印象をですねお届けしていきたいと思います。このですねフォレスターは、レギュラー仕様なんですけれども、約半年間、ハイオクを入れていました。でハイオクを入れたことによって燃費が伸びたり、アクセルレスポンスがちょっと良くなったかなとか、そしてアイドリングストップからの復帰の振動が、ちょっと少なくなったかなとか、なんとなくそんな感じがしたなっていう感じでね、終わったんですけれども、今回ね、レギュラーに、また入れ直してみてですね、やっぱりね廃屋入れてて効果あったんだなっていうことがありましたのでね、それをお届けしていきたいと思います。まず一つ、燃費ですね。高速の燃費アタックでも、変化、見られましたけれども、やはり廃屋を入れてる時に比べて、レギュラーガソリンの燃費はあまり伸びないなっていうのが、印象でした。廃屋を入れてる時は大体もうそうですね、ガソリン入れてすぐ高速道路に乗ってしまえば、瞬間的にね20キロ超えたり、18キロキープしたりっていうね、そういう結構ね、時があったんですけれども、レギュラーの場合はそれは全くなくて、高速でいかにね燃費走行しても大体15キロ前後っていうとこがいいとこなのかなと。それ以上やっぱりなかなか伸びないなっていう印象でした。で今回、約270キロ、走行しまして、排浴入れてる時とほぼ同条件で、走行しても、その排浴の時に比べた約リッター3キロ少ない形で、終わったので、やはり排浴を入れた方が燃費は伸びるのかなという印象があります。そしてあとこのアクセルレスポンスですね、結構ですね排浴を入れてる時はアクセルをもうほんとちょんと踏んだらぐんと、前に、出ていく、そんなね印象があるんですけれども、レギュラーに変えたらですね、そのあたりちょっとやっぱりもっさりしてるなっていう印象がありました。なので例えば高速道路への合流の時なんか、今までの排浴のこの感覚で入っちゃうと、俺思ったよりなかなか加速しないなっていうのがね、あったので、そこら辺はやっぱりそのレスポンスが変わってくるのかなと思います。簡単に言うとね、例えば排浴は、レギュラーガソリンの S モードみたいな、そんな印象です。はい、なので今までね、全然 S モードなんてねしばらく使ってなかったんですけれども、なんか久々に S モード、使ったなっていうね、そんなことがありました。やっぱりここら辺もね若干やっぱりレスポンス変わってくるんだなと思います。そして3つ目、はですねアイドリングストップの、振動ですね。でこのフォレスターの2.5 リッターモデルの、ちょっとね残念なところというと、このアイドリングストップの大きさですね。かなりもうここ最近の車にしてはもうかなりこうブルッと、震えるようなね、そんな振動を感じるんですけれども、排浴ガソリンにしたらですね、その振動が結構少なくなったんです。ちょっとねタイミング的に廃屋ガソリンとアルミテープを使ったタイミングがねちょっと同じになっちゃったので、どっちがね効果的だったのかなっていうのがいまいちこうはっきり、明確にはならなかったんですけれども、今回ですね、レギュラーに変えてみて思ったのは、やっぱり、アイドリングストップからの復帰の振動の、小ささっていうのはアルミテープよりかは廃屋ガソリンの方が、効果としては大きいのかなっていう、そんな、印象がありました。
で、以上のですね、3点に関してはその廃屋と、レギュラーのね、違いを、感じられたのかなと思います。ただやはりその廃屋とね、廃屋を入れるメリットっておそらくあるとは思うんですけど、やっぱちょっと値段のね違いですよね。価格差、レギュラーガソリンと廃屋ガソリンの価格差を考えると、うん、廃屋入れてまでって考えてしまいますよね。うん、で、ま、いつもね、あと私が入れてるガソリンスタンドはなぜか廃屋ガソリンっていうか、なぜか他のガソリンスタンドに比べてガソリンの価格が安いので、一般的な、ガソリンスタンドのレギュラーの値段が、廃屋の値段になってる感じなのでね、まあ、自分の場合だったら例えばそのシーンによってね、例えば高速ロングドライブ行くよっていう時は廃屋入れていくようにちょっと給油調整したり、して廃屋を入れても、まあ、メリットはあるのかなと思うんですけれども、結構ねやっぱり廃屋と、レギュラーのね価格差が開いちゃうと、まあそこまでね、そこまでして、うん、廃屋ガソリンをこう積極的に入れようとはね、まあ、ちょっとは思わないですよね。うん、でちなみに私今ですね、新潟県に来ておりまして、寺泊の海までちょっとねドライブに来ておりますけれども、やっぱり例年に比べてあったかいなっていう、そんな印象はありますね。うん、さあそろそろ到着ですよね。これどっから入るんだっけな。あ、そう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 、向こうです。さあ、寺泊に到着です。あー、いない。いいですね。車がいないでございます。独り占め状態ですね。よしよし。うわ、道が悪い。よしよし。さあ、海にやってまいりました。うん、結構ね風があるので寒いでしょうけどね、ちょっと出てみましょうか。寒い、風が冷たい。さあそんな感じでね、こんな感じで今年も2020年もスタートしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。おー、寒い。